お世話になっておりますマサルです。今回はシスログと SNMP について一緒に勉強していきます。今回学ぶ内容です。まずシスログとは何か概要をお話しします。その後に SNMP についても勉強していきましょう。それでは始めていきます。今回勉強するシスログと SNMP は似た部分があるので、最初に2つの特徴を整理しておきましょう。 シスログはログをログサーバーに送信するためのプロトコルですログサーバーにログを送って集中管理することで解析運用の効率化が期待できます一方 SNNP はマネージャーとエージェントで構成されており MIV の情報を使って設定の確認設定変更通知を行いますシスログはログをログサーバーに送信するためのプロトコル SNNP はマネージャーとエージェントで構成されていて のの情情報報をを使ってて管理しいいるというのがポイントですではまずはシスログからお話ししますログというのは前回もお話ししたようにシステムの動作を記録したものですこれらのログは各機器で生成されますがそのまま機器内で管理してしまうと保存領域を超過した時にログが消えてしまうなどの問題が起こる可能性がありますそこでシスログというプロトコルを使ってログサーバーにログを送ります ログサーバーでログを集中管理することでログの消失を防ぐことができますし管理者もログの管理が楽になり運用負荷を軽減することができます次は SNNP です SNNP はシンプルネットワークマネジメントプロトコルの略です MIB というのはマネジメントインフォメーションベースの略で階層構造で構成された機器情報を管理しているデータベースのことを言います MIV の中には機器の情報が格納されていて例えばホスト名が何になっているとかインターフェースにどんな IP アドレスが割り当てられているそういった情報が格納されていますそして s n p は管理する側のマネージャーと管理される側のエージェント2つの要素で構成されていることも大きな特徴です SNNP でできることは設定の確認設定の変更そして通知です 設定変更はマネージャーがエージェントにゲットリクエストを伝えてエージェントは管理している m i から情報を取得しマネージャーに応答します例えばマネージャーが m i のここの情報を参照してホスト名を教えてくださいというリクエストを送ってエージェントはマネージャーから指定された m i の情報を参照してホスト名を応答します SNP マネージャーが定期的にこのような設定確認を行うことをポーリングと言います ポーリングという言葉も覚えておきましょう。次の設定変更は、マネージャーからのセットリクエストに応じて、エージェントが MIV の情報を変更して、その結果を応答する動きです。例えば、マネージャーが MIV のここにあるホスト名の情報をこの情報に書き換えてくださいというセットリクエストを送ると、エージェントはそのリクエストに応じて MIV の情報を書き換えて、その応答を返します。SNNP で設定変更ができるというのは、 意外に感じる人が多いかもしれませんが SNNP では設定変更ができることも覚えておきましょう最後の通知はエージェントが自発的にトラップを送って異常発生をマネージャーに知らせる機能ですこのトラップがよく試験では狙われていますトラップというのはマネージャーからのアクションはなくエージェントが自発的に送るというのが特徴ですエージェントが自発的に送ることでマネージャーは対象機器の異常に素早く気が付くことができます それでは今回はシスログと SNNP について一緒に勉強しました最後に少しだけお知らせです情報処理安全確保支援書をテーマにした本動画シリーズが書籍になります発売日は2023年9月26日全国書店にて発売されます通信販売や電子書籍での発売もあります詳しくは概要欄をご覧ください書籍化できたのもこの動画を見てくださっている皆さんのおかげです本当にありがとうございます これからも頑張って皆さんのお役に立てる動画を作っていきますので応援よろしくお願いいたしますそれではおまけトークです今回の動画ではシスログと SNNP について勉強しました特に SNNP のポーリングとトラップは過去問で出題されているのでしっかり理解しておきましょうポーリングはマネージャーが定期的にエージェントからゲットを実行して内容をチェックしトラブルが発生していないかを確認する動き トラップはエージェント側で発生した状態遷移をエージェントからマネージャーに自発的に通知する動きです少し身近な例で考えてマネージャーが上司エージェントが部下の関係だとしたらトラップを上げてくれる部下の方が良いですよねトラップを上げてこんなことがありましたと報告してくれる方が上司は管理しやすいですポーリングみたいに聞いてみたら実はやばいですとかだと対応に遅れが出てしまいますからね 皆さんも何か困ったら早めに上司にトラップをあげてください。それでは今回も動画ご視聴いただきありがとうございました。